C は人の ゾウさんでしたけど、次ハトでやります。ポッポッポーです。ああ次今弾いてもらってます。一斉にハトは A が元気な、 B が悲しみのどん底、ただ単に悲しいだけじゃない、もうどん底。 C は三輪明宏なハト。ああ、なるほど。全然わかんない。三輪さんの説明むずっ。あの。いや、わかりますよ。ちょっと人物は B は飛べないハトです。飛べない。はい、では早速今度は低音からいきましょうか。はい、お聴きください。では皆さん、自分の演奏どんな感じにしようかなかって考えつつ、土井の演奏を聴いておいてください。でメモしてくださいね。では土井のなんとかなハトまで3、2、1。ピストンを押さずに吹いてみちゃう。説明してない。ではでは2人目水木のなんとかなハトまで3、2、1。なんか意地を感じたね今。では次アリペーなんとかなハトまで3、2、1。ではひーくんのなんとかなハトポッポまで3、2、1。いつものねひーくんのハトポッポかもしれない。素晴らしい。今回あの口運も良かったね、みんな。口運良かったけど、良くねえだろう。はい、じゃあ答え合わせしたいと思います。じゃあ一番最初にやった土井から答えを皆さん発表してください。土井のハトポップは3。はい、 C 三輪明宏さん風なハトポップ。答えは C。 お、正解です。土井が一番分かりにくかったよね。課題も難しかったしね。では次水木のハトは皆さんいきますよ。せーの、D。 D、 飛べないハト、答えは正解です。正解。3人目アリペのハトはみんなせーの、 B。 B、 悲しみのどん底、単調になってましたもんね。答えは B。 B、 正解です。ということは消去法でいくと T 君が A。 A、 元気すぎる、元気でしたね。つまんねえな、みんな正解するじゃん。これ視聴者の皆さん正解してくれてるのかな。コメントをください、ね、皆さんよかったら。分かりやすかった、簡単だった。もし簡単だとしたら次はもっと難しくするよ。ブラスバンク。じゃあ最後もう一問いきたいと思います。はい、最後は蝶々。蝶々の蝶々。音の数が少ないと難しい。
そうですね、あえて今回は単調な、本当はポップスでやってみようかなと思ったんだけど。はい、じゃあ皆さん、くじ係よく混ぜて、はい、配ってください。はい、はい、続いてのやつが、A、わがまわしい柄の蝶々。あ、だから何ていうの？みたいな。多分ゲテゲテもらえる。ほら。でそれは B だよ。B なんか B。B が花よりも美しい蝶々。C が腹ペコな蝶々。D が迷子の蝶々。難しい。A のまがまがしい柄。B 花よりも美しい。C 腹ペコな。D 迷子の蝶々。ちょっと難しいですよね、今回。では皆さん、くじ確認してください。はい、プラスバンク。じゃあ今度真ん中から行く、みずきから行こうか。いけ、いけ、みずき。今のところ皆さん全問正解中なので、ではみずきの何々な蝶々まで3、2、1。えんつかない、使え、使え、いけ、いけ、いお聞きください。迷い出してて面白いです、見てる方は。はい、次、はい、はい、では次、2番目、チューバの同意の蝶々まで、3、2、1。演奏っぽい演奏でしたね。あ、みずきは迷ってる。じゃあ次、アリペー〇〇な蝶々まで、3、2、1。そのハーというゲームも消去法なんだよね。そう、消去法。あの人がこれだから、で自分がこれ持ってるから、そう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 、あの人はこれなんじゃないかっていう。大体近いところ。そうそう。さてさて、ラスト、ひーくんの丸々な蝶々まで、3、2、1。答えは出揃っておりますでしょうか。はい、では一番手演奏しましたみずきの答えからみんなで言っていきたいと思います。みずきの蝶々は、せーの、 B。 B、 花よりも美しい。みずきさん答えは B。
正解。ダメだこれ、全員同じになっちゃう。続いてチューバドイの答えはみんないくよ、せーの、 D で、 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 ではドイ答えは、そう、ドイの D、 ドイの D、 マイル、ほとんどマイルになった、そうそう、マイル。では3番目アリペイの答えはみんないくよ、せーの、 C、 C、 ハラペコな答えは、正解は C です。え、C 正解です。知りそうになった。知る知る知る。そう、じゃあラスト、こういうことはラストは A、 マガマガしいからの、本当にすごい良かった、バッサバッサ花粉を、花粉をこんな巻いてたよね。なんと今回全員全問正解してしまうという、さすがクソつまんない結果になりました。じゃあもうちょっと考えてくれて、もっと美輪さん的なやつを入れていいってことだよね。これは外れる、結構外れる、近いやつとかね、特に元気なとか、明るい、明るいとか、そう、2つ似たようなのがあるとどっちとか。視聴者の皆さん本当にコメントください。見てる方は意外とどうだったんですかね、はい、どうでしたでしょう。見てる方は消去法は無理か。そうそう、確かに。はい、じゃあ今回は「Hey」というゲームの音楽版をやってみたんですけど、皆さんどうでしたか。楽しかった、楽しかった。あの、水木ちゃんには物申したいけど、なんで。いや、水木の意地も感じますよね、確かに、確かに。2問目からは良かったけど、分かりしやがってスターが、ね、やば、全然分からなかったやば、正気法で。今回みんな全問正解しちゃったので、今度はもっと難易度を上げて、ね、やってみたいと思うので、覚悟しておいてくださいね、はい、楽しみ。じゃあこの動画が良かったと思う人は高評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。通知をオンにしてチャンネル登録もしてくれると嬉しいです。それではまた。